高校生の俺、田中優斗は陰キャだった。友達も少ないし、彼女なんて夢みたいな存在。部活もバイトもしていない俺には一つだけ趣味があった。それは曲を作ることだ。もともと音楽が好きな俺は趣味で作った曲を誰かに歌ってもらいたかったけれど、友達がいない陰キャの俺は歌ってもらえる相手なんて見つからない。なので仕方なくボカロに歌ってもらった。最初はほとんど反応がなかった。500再生もいけば御の字。ただ自分の曲にコメントをもらえるのが嬉しくて、それからも曲を作り続けた。そのうち徐々に人気も出てきて、再生数もコメント数も爆発的に上昇した。そして今では、昨日アップした新曲、もう100万再生を超えてる。急上昇ランキングにも載ってるし、楽しみにしてくれてたファンの人たちのコメントもめちゃくちゃ来てる。今回のユーピーの曲も最高。10回聴いて10回とも泣いた。親とか友達にも絶対聴かせます。曲の評判も上々みたいだ。ユーピーってどんな素顔なんだろう。こんな素敵な曲を作れるユーピーは絶対イケメンだよね。あはは、イケメンだなんてとんでもない。ただの陰キャなんだけどな。ネット上では有名でも、現実での俺はただの陰キャだ。教室では文化祭で上演するクラス劇の打ち合わせが行われていた。この最後のシーンに流す曲をどれにするかなんだけど、なかなかピンとくるものがないよね。そうだよな。合いそうな曲をいくつか持ってきたけど、どれもいまいちっていうか。もっとこのラストシーンに合う曲があればいいんだけど、既存の曲じゃ限界があるかな。劇のラストシーンに合う曲が見つからなくて、みんな困っていた。あのさ、それなら俺が作ってこようか。え、田中くん、どういうこと？実は趣味で曲を作ってて、ラストシーンに合う曲がないなら合う曲を作ればいいんじゃないかなって。シーンに合わせて作れば既存の曲をあてがうよりいい感じになると思うし。田中くんにそんな趣味が。曲を作れるなんてすごいね。そういうことならお願いしてもいい？オッケー、任せておいてくれ。まあみんなに聞いてもらって、それがシーンに合ってなかったら遠慮なくボツにしてもらっていいから。週明けに俺は作った曲をみんなに聴かせてみた。うわぁ、田中くん、これすっごいいい曲だね。劇のラストシーンにもバッチリ合ってる。お気に召してもらえたようでよかった。この曲をラストシーンに使えばきっといいものになるぜ。最優秀賞も夢じゃねえ。そして俺の曲を採用した劇を文化祭で上演した。この曲素敵。シーンにも合ってるし、聴いてるだけでめっちゃ泣ける。素晴らしいセンスだ。これはまさかあのユーピーが作った曲じゃないか。だが聞き覚えがないな。劇は大好評だった。田中くんの曲のおかげでとってもいい作品になったね。最優秀賞を取れたのもあの曲のおかげだよ。けど田中にこんな才能があったなんてな。将来は人気の作曲家になれるんじゃないか。そうかな。絶対いけるって。作った曲を試しにネットにアップしてみたらどうだ。ボカロに歌ってもらえば人を雇う必要もないしさ。実はそれはもうやってるんだよな。でもみんなに喜んでもらえたのは嬉しいな。こんな俺でも役に立てることがあるんだ。すみません、ちょっとお尋ねしたいことがあるんですけど。え、あれは桃園ムアモか。芸能家の彼女がどうして俺たち一般生徒のクラスに。とんでもない美少女の登場にクラスの男子たちはざわついていた。この学校には芸能家があり、桃園桃花さんはそこの生徒だった。たった一人で武道館を埋めるほどの人気を誇る大人気アイドル。歌唱力に定評があり、歌手としても評価されていた。この前の劇見てたけど、とっても良かったよ。特にラストシーンに流れていた曲、とっても素敵だった。あれはなんていう曲なの？名前は特にないんだ。俺が作った曲だから。え、あなたが作ったんだ。ああ、すごい。あの、よかったら私に曲を書いてくれない？あなたの作った曲を歌ってみたいの。俺が桃園さんの曲を。田中くんすごいじゃん。あの桃園さんに認められるなんて。ちょっと待った。彼に曲を書いてもらいたいのはあなただけではない。私もそうだ。彼の曲のセンスは素晴らしいからな。あれは、雨宮つかさ。今一番勢いのあるシンガーソングライターが田中に曲を書いてほしいだって。すっげえじゃねえか。彼女、雨宮つかさはシンガーソングライターだ。天性の美声から紡がれる歌は聴く者の心を虜にする。各種ランキングを総なめにし、今一番新曲を待望されている。そんな彼女が俺に曲を書いてほしいだって。
あの曲を聴いた時にすぐに分かった。田中くんだったか。あなたはネットで有名なユーピーだろう。え、ユーピーの正体が田中くん？どうしてそう思ったんだ。気のせいじゃないか。私はかねてからユーピーの大ファンだった。彼の作る曲は独創的で、私にはまるで思いもつかない。自分が作った曲以外でいいと思えたのは初めてだ。これまで何百回も聴き込んできたんだ。間違えるわけがない。確信を持ってるみたいだ。これはもう言い逃れできないな。そうだよ、俺がユーピーだ。でもあの雨宮司にそこまで褒めてもらえるなんて光栄だな。私は君の熱烈なファンだからな。田中くんがユーピーだったなんて、これはもう絶対に曲を書いてもらいたくなっちゃった。田中くんお願い、私のために曲を書いてほしいな。いいや、ユーピーに曲を書いてもらうのは私だ。あなたより私の方が彼のことを思っているのだから。いやいや、私だって田中くんの才能に惚れちゃってるから。あの大人気アイドルの桃園さんとシンガーソングライターの雨宮さんが俺を取り合って揉め始めてしまった。どうすれば。そうだ、わかった。じゃあ2人分の曲を書くよ。え、本当？田中くんいいのか？ああ、曲のアイデアはいくらでも出てくるし、桃園さんに合う曲と雨宮さんと合う曲は違うから、それぞれに合う曲を書いてみたい。そして俺は2人の曲を書き下ろした。今日歌うのは新曲だよ。みんなに楽しんでもらえるとっておきの曲だから盛り上がっていこう。桃園さんに書き下ろした新曲の評判は上々だった。彼女のキャラクターにも合っていると、ファンの人たちからも絶賛された。10週連続オリコン1位、絶好調の雨宮司さんに新曲を披露してもらいましょう。普段は自分で作曲されていますが、この曲は違うんですよね。ええ、私自身大ファンのユーピーさんに書き下ろしてもらいました。彼の曲を私が歌えることに大きな喜びを感じています。司さんの新曲何度聴いても最高。司さんの声とユーピーの曲が完全に噛み合ってる。ユーピーの曲はもともと好きだったけど、人のために作るのもうまかったんだな。こりゃ今まで以上の人気が出そうだ。大人気アイドルの桃園さんと大人気シンガーの雨宮さんの曲を書いたことで、俺の知名度は飛躍的に上がった。テレビの音楽番組からの出演依頼もたくさん押し寄せた。陰キャで人前に出たくないから全部断ってしまったが、曲を作ることはできてもトークはまるでできないからな。あの、ユーピーさん、私にも曲を作ってください。ユーピーさんの作った曲を私も歌ってみたいです。こうして他の人に曲作りを頼まれることも増えた。ありがとう。だけど今はもう手一杯だから、また機会があれば。田中くん、見てたよ。さっきアイドルの子のお願いを断ってたね。私たちの曲を作るのに忙しいから。それもあるけど、桃園さんや雨宮さんと比べるとインスピレーションが湧かなかったんだ。私たち認めてもらえてるんだ。そりゃあ2人は俺の知る中でも一二を争うほどの才能の持ち主だから。嬉しいことを言ってくれるな。雨宮さん、どうしてここに？田中くんと次の曲の打ち合わせがしたくてね。今日は二人きりで朝まで過ごす予定だ。何それ、私だって田中くんといたい。結局桃園さんもついてくることに。俺たちが三人で歩いていた時だ。ユーピーさん、そのお二人とはどういう関係ですか？お付き合いされているんですか？うわ、週刊誌の記者だ。まさか張り込んでいたとは。このままだと誤解されて二人に迷惑がかかってしまう。ごまかさないと。いえ、二人は単なるお友達ですよ。な、そうだね。今はまだお友達だ。残念なことに。いずれもっと仲良くなって付き合えたらなとは思ってるけど。二人とも何言ってるんだ。これはスクープだ。今すぐ持って帰って記事にしないと。なんであんなことを。記事になったら大変なことになるぞ。私は田中くんのこと本当に好きだから。私も田中くんの才能に惚れ込んでしまった。それに恋愛した方がいい歌詞が書けるかもしれないし。おいおい、とんでもないことになったぞ。その後週刊誌は俺たちの関係を大々的に取り上げた。俺は懸命に火消しに奔走し、どうにか付き合っていないし単なる学校の友達ということに落ち着いた。だけど桃園さんも雨宮さんもまだ俺のことを諦めてはいないらしい。これからも俺たちの三角関係は続きそうだ。高校生の俺、佐藤優斗は冴えないモブキャラだ。これまでモテたことはなく、当然彼女もいない。人生に3度あるというモテ期は一度も来ていなかった。そんな俺は放課後、自分のクラスへと引き返していた。しまった、体操着を持って帰るのを忘れてた。別に1日くらい置いといてもいい気はするけど、母さんに怒られるからな。教室にたどり着いた時だった。そこには先客がいた。あれは水原さん？こんな時間に一人残って一体何をしてるんだ？佐藤くん好き。え、水
原さん、俺の置き忘れた体操着を抱きしめてる。しかも今俺の名前を呼んで好きって言ってなかったか。というか氷の女王と呼ばれる水原さんのあんなデレデレした表情初めて見た。彼女水原玲奈は学校では氷の女王と称されていた。とてつもない美人だが誰に対しても冷たい態度だからだ。3日に一度は男子に告白されているが。ごめんなさい、あなたの名前何だったかしら。こんな調子だった。そんな水原さんがあんな表情を見せるとは。しかし体操着を抱きしめながら秘めていた思いをこぼすところなんて、俺が向こうの立場なら絶対に見られたくない。よし、ここは見なかったことにするか。俺が引き返そうとした時だ。ついうっかり足を教室の扉にぶつけてしまった。うっ、しまった。誰佐藤君。勢いよく振り返った水原さんに気づかれてしまった。もしかしてその見てた。いや見てない。俺の体操着を抱きしめて佐藤君好きってつぶやいてたとかは全然見ても聞いてもない。全部見ても聞いてもいるじゃない。うわ、ついテンパってボロを出してしまった。これはね、そのなんというか。先に言わせてくれ水原さん、申し訳ない。え、申し訳ない。どうして佐藤君が私に謝るのかさっぱり見えないんだけど。いや、だって水原さんが好きって言ってた佐藤はバスケ部の佐藤だろ。その体操着は俺が忘れていったものだから、勘違いさせちゃって申し訳ないなと。うちのクラスには佐藤が2人いた。1人は俺、佐藤優斗で、もう1人はバスケ部のエースの佐藤隆二だ。勉強もスポーツもできてイケメンだから女子から絶大な人気がある。水原さんはおそらく教室に置き忘れた体操着をバスケ部の佐藤のものだと勘違いしたのだろう。そうね。あなたたちは教室の後ろにあるロッカーも隣同士だから気づかなかったわ。やっぱりな、そうじゃないかと思ったんだよ。まさか水原さんが好きなのが俺のはずないもんな。しかし水原さんが龍二のことを好きだったとは、あいつはいいやつだからな。納得だよ。ええ。どういうところに惹かれたんだ？それは、いい人だからかしら？あ、どうして疑問系なんだ？これも何かの縁だし、俺にも協力させてくれないか？え、協力？ああ、龍二とうまくいくように、俺が間に入るよ。そうすれば、距離も近づきやすいだろ。それはありがたいかもしれないけれど、あなたには何の得にもならないでしょ。俺は龍二のことが好きだし、水原さんがいい人だってことも知ってる。だから二人には幸せになってほしい。理由なんてそれだけで十分だ。私はあなたのそういうところが。あ、何か言ったか。いいえ、何でもないわ。ただの独り言よ。そうか、まあ大船に乗った気でいてくれ。タイタニック号並みだ。それだと沈むけれど。え、水原さんが俺と話したがってる？ああ、今日はバスケ部の練習、休みだろ。二人で放課後に遊びに行ってこいよ。マジかよ。あの氷の女王の水原さんが俺に興味を持ってくれてるなんて、どういう風の吹き回しだ。龍二はいいやつだからな。そこに惹かれたんじゃないか。それで言うならお前だっていいやつだろ。部活の試合が近い時は掃除当番を代わってくれたり、クラスのやつが困ってたら率先して声をかけるしよ。俺は自分がしたいからしてるだけだから。それよりデート頑張れよ。放課後、龍二と水原さんは遊びに出かけた。水原さん、今日は来てくれてありがとう。いいえ、こちらこそ。どうするか、とりあえず街をブラブラしようか。うん、わかったわ。そうしましょう。龍二と水原さんはデートを楽しんでいた。水原さんは休みの日は何をしてるんだ？そうね、読書をすることが多いかしら。どうも水原さんの反応が悪いな。あまり俺に興味を持ってくれてるようには思えないというか、何か行き違いがあるような気がする。そういえば今日佐藤、あ、優斗のことな。あいつがデートだからって掃除当番を代わってくれたんだよ。ほんと、お人よしというか、いいやつだよな。そうね、佐藤くんはいい人だと思うわ。彼がいなかったら今の私はなかったかもしれないし、私が今クラスでそれなりにやっていけてるのは佐藤くんのおかげだから。お、水原さんの反応が変わったな。というと？私は人見知りなのもあって、クラスのみんなにすげない態度をとっていた。そうすると、誰も私には近づかなくなった。卒業するまでずっと一人で過ごすことになるかもしれない。そんな時だったわ、佐藤くんが話しかけてくれたのは。彼は一人ぼっちの私を見かねて声をかけてくれた。けれど、私はそれに対しても冷たくあしらってしまったの。普通の人なら、そこで愛想がないと離れていくものでしょ。でも、佐藤くんは違ったわ。
彼はしつこく私に話しかけてきた。断っても何度も何度も、そのうち普通に会話するようになって、気づけば私は佐藤くんと話すのが楽しくなっていたの。彼と話すうちにクラスのみんなも私のキャラを理解して受け入れてくれるようになった。なるほどな。ゆうとのことを話す時の水原さん、すごく楽しそうだったな。あ、本当は気になってるのは俺じゃなくてあいつの方じゃないのか。そんなことは水原さん分かりやすいんだな。全部顔に出てるぜ。なるほどな。ゆうとのことを好きだってつぶやいてる場面にたまたまあいつが居合わせた。それでごまかすために俺の名前を出してしまったと。ごめんなさい、あなたを騙すような真似をして。いいよ別に、とっさだったらそうなるのも仕方ない。それよりどうするんだ、自分の本当の気持ちゆうとに伝えるのか。伝えたいけれどどうすればいいのかわからなくて。よっしゃ、そういうことなら任せとけ、俺が協力してやるよ。いいの？でもあなたは。ゆうとはいいやつだからな。俺の好きだった水原さんがゆうとの魅力を理解してくれてるのが嬉しいんだ。だから二人がうまくいくためなら協力は惜しまないぜ。佐藤くん、ありがとう。後日、俺はリュウジに声をかけた。リュウジ、どうだった？デートは楽しかったか？そのことなんだけどな。放課後、時間あるか？水原さんがお前に話したいことがあるってよ。え、話したいこと？放課後、俺が呼び出された教室に行くと、そこには水原さんがいた。リュウジに聞いたよ。俺に話したいことっていうのは？佐藤くん、私はあなたにずっと嘘をついていたの。それを謝りたくて。嘘？私はバスケ部の佐藤くんを好きだと言ったでしょ。でも本当は違ったの。あの日体操着を抱きしめながらつぶやいていた好きな相手はあなたのことだった。そうだったのか。あの場では恥ずかしくてとっさにあなたの勘違いに乗ってしまったけれど、ずっと一人だった私に話しかけてくれた佐藤くんのことが好き。誰にでも優しく手を差し伸べるあなたに心惹かれてしまったの。だからよければ私と付き合ってほしい。水原さん、話してくれてありがとう。だけど一つ勘違いしてる。俺は誰にでも優しいから水原さんに話しかけたわけじゃない。水原さんのことが気になってたから声をかけたんだ。俺も水原さんのことが好きだよ。ありがとう、その言葉が聞けて嬉しい。聞いたぜユウト、お前ら付き合い始めたんだってな。リュウジ、いろいろと悪かったな。いいってことよ、お似合いの二人だぜ。今度は俺のキューピッド頼むな。ああ任せとけ。そうして俺と水原さんは付き合い始めた。交際を始めてから彼女はよく笑うようになった。氷の女王と呼ばれた彼女は春が来て雪解けを迎えた。これからも俺は彼女の笑顔を守り続けると心に誓うのだった。人の俺、田中優斗は平凡なリーマンだった。営業成績は中の下、可もなければ不可もない。社内でも目立たない存在だった。そんな俺が変わるきっかけになった出来事があった。え、うちの会社の先輩たちが軒並み退職させられた？ああ、成果が出ていなかった年寄り社員はみんなお払い箱だとよ。優秀な社員じゃないと淘汰されるか。ノーノーとはしてられないな。結果を出さなければいずれ立ち行かなくなってしまう。そう悟った俺は心を入れ替え、懸命に努力するように。火事場のバカ力とでも言うだろうか。これまでの低たらくが嘘のように成果を出せるようになった。そしてとうとう俺は部署内でトップの成果を出せるように。とりあえず第一段階はクリアできたか。これまで身につけてきた営業スキルがあれば会社をクビになっても他でやっていけるだろう。けどパッとしなかった俺が部署内でトップになれる日が来るとは。人間意外と本気になればできるもんだな。田中くんすごいじゃん、トップ取っちゃうなんてさ。いや、それほどでも。あ、水原さん、元トップとしてどう？田中くんにトップを取られたらやっぱり悔しいってなるの？いいえ別に。田中さん、たった一度トップを取ったくらいで調子に乗らないことですね。安定した成果を出してこそ真のプロフェッショナルですから。ああ、肝に銘じておくよ。いいえ、水原さん厳しいな。彼女は入社してからずっと俺にはあの態度だからな。きっと俺のことが嫌いなんだと思う。まあ言ってることは間違ってないし、これからも精進するさ。ちなみに俺に塩対応な女子社員は水原さんの他にもう一人いた。聞いたわ田中くん、今月の営業成績がトップだったそうね。高城さん、どうにかおかげさまで。そう、これからも努力しなさい。高城さん、釣れない態度だね。部下が結果出したんだからもっと褒めてあげたらいいのに。あの人は誰に対してもそっけないからな。彼女自身が誰より優秀だから、それと比べると物足りないんだろうな。その日の帰り道、俺は家の近所の神社で参拝をした。もっと人の気持ちがわかる人間になれますようにと。
と。営業として成果を出すにはそれが何より大事だからな。お賽銭も弾んだし、神様頼みます。そして翌日、俺の願いは叶うこととなった。思っていたのとは違う形で。水原さん、おはよう。今日も頑張っていこうな。隣の席の水原さんに声をかけた時だ。気安く声をかけないでくれますか。私とあなたは同僚であり、成績を競うライバルなのですから。ごめん。あー、また塩対応をしてしまった。本当は普通に仲良くしたいのに。何ですか。そのキョトンとしたような顔は。いや、今水原さんが後悔する声が聞こえてきたような。本当は塩対応じゃなくて普通に仲良くしたいのにって。この私がそんなこと言うはずないでしょ。妙なことを口走らないでください。もしかしてうっかり声に出てしまっていた。だとすれば顔から火が出るほど恥ずかしい。やっぱり心の声が全部漏れてるんだよな。今日の水原さん疲れてるのか。おかしいのは水原さんだけじゃなかった。田中くん、頼んでおいた資料はできた？はい、午前中に作っておきました。確認お願いします。ありがとう。それじゃチェックさせてもらうわね。ルーナさんの資料のチェックは厳しいからな。アラがあれば容赦なく追求されるし、良かった時も褒められない。やっぱりレイナさん自身が優秀すぎるから、それと比べるとって感じなんだろうね。無知だけじゃなくて、たまには飴も欲しいけど。まあこんなものかしら。悪くはないというところね。ご苦労様。もう下がってもいいわよ。はい。それでは失礼します。問題なかったみたいだな。けど褒められることはない。この資料素晴らしい出来だったわ。え？田中くんは営業成績もトップを取っていたし、最近ずっと頑張っているものね。本当はたくさん褒めてあげたい。ぎゅーっとして頭をなでなでしてあげたい。田中くんだけじゃない。社内のみんなとてもよく頑張っているわ。彼らのような優秀な部下と働けて毎日がとても充実している。面と向かって伝えるのは恥ずかしくてできないけれど。ブラボー。そしてマーベラスよ。あの高城さん大丈夫ですか。何かブツブツつぶやいていたような。ブラボーとか言ってたし。別にそんなことは。早く自分の席に戻りなさい。もしかして心の声が漏れていた。だとしたら一大事よ。クールビューティーと称されている私の印象が変わってしまう。後に他の社員にも聞いたが、誰も高城さんの言葉は聞こえていなかった。あれはまるで水原さんと高城さんの心の声のように聞こえた。けどさっきの二人の声、俺にしか聞こえてないみたいだ。どうして俺にだけ。もしかして俺が神社で参拝をしたから心の声が聞こえるようになったのか。それからもたびたび心の声は聞こえてきた。田中さん、今日も一人でコンビニ弁当ですか。他の社員は外に食べに行っているのに寂しい人ですね。ランチの誘いをしたいだけなのに、どうしてこんな言い方しかできないの私。田中くん、今日はもう終わり。ええ、今から同僚たちと飲みに行くんです。ハメを外しすぎないようにね。そうなると社内のみんなに迷惑がかかるのだから。だけど息抜きは必要よ。楽しんできてね。もしこれが心の声だとすると、二人はどれだけ不器用なんだ。全然印象と違うじゃないか。しかし高城さんは厳しすぎて嫌になっちゃうよな。全然褒めてくれないし、あの人についていく気なくすぜ。それで言うと水原さんもツンケンしててとっつきにくいよな。社員たちは水原さんと高城さんの愚痴を口にしていた。そして間の悪いことに当人たちがそれを聞いていた。部下の社員たちが私に対する不満を。やっぱり私みんなにとっつきにくいと思われてたんだ。私だってみんなのことをもっと褒めてあげたい。だけどプライドが邪魔をしてどうしてもできないのよ。みんなともっと柔らかい態度で接したいのについ身構えてしまう。なるほどな。二人とも変わりたいとは思ってるのか。何か力になってあげたいけど。その日の帰り、俺は再び神社に参拝していた。水原さんと高城さんがもっと自分の気持ちに素直になれますように。俺が力になれるのはこれくらいだ。何かいい方向に転がってくれるといいけど。そして翌日、出社した俺の元に同僚が駆け寄ってきた。田中、えらいことになった。どうしたんだよ。血相変えて。高城さんの様子がおかしいんだよ。とにかくお前も見てみろ。あら田中くん、今日もちゃんと出社してきたのね。偉いわ。素晴らしいわ。朝起きて電車に乗って会社にやってくるのはそう簡単にできることじゃないもの。え、めちゃくちゃ褒めてくれてる。そうなんだよ。成果を出しても飴をくれない高城さんが、今日はなぜか箸が転んでも褒めてくれるんだ。修行時間が始まってしばらくした頃だ。すみません、寝過ごして遅刻してしまいました。今は大事な時期なのに申し訳ございません。おお、これは高城さんもさすがに怒るんじゃないか。
いいえ、誰にでもそういう日はあるわ。自分の非を認めて素直に謝ることができるのは立派よ。それよりあなたが事故に遭わず無事に出社できてよかったわ。高城さん、人が変わったのか。いや、そうじゃない。もしかするとこれは昨日の参拝の効果じゃないか。水原さん、おはよう。さっきの高城さんの様子見た。みんなも驚いてた。その話やめてくれませんか。ああ、ごめん。仕事中なのに邪魔しちゃったか。そうじゃありません。私の前で他の女の人の話をしないでください。田中さんは私のことだけを見てくれればいいのです。水原さん、それはどういう。そのままの意味ですが、これまでずっと隠していましたが、私は田中くんに気があります。突っかかっていたのも構って欲しかったからです。なので私とだけ仲良くしてください。水原さんまでいつもと様子が違う。やっぱりそうだ、これは昨日の参拝のせいだ。高城さんと水原さんが自分の本心に素直になれるよって願いが叶ったんだ。だから二人はありのままの自分をさらけ出してるんだ。ということで田中さん、今日の夜食事でもどうですか。あら、そういうことなら私もご相伴に預かりたいわ。お気に入りの田中くんともっと仲を深めたいもの。本心だけになった途端、二人ともすごい積極的になってくる。というか二人とも俺に気があったのに、今まであんなに塩対応だったのか。本心をさらけ出した二人は社内のみんなにも受け入れられるように、そして俺に対しても猛アプローチを仕掛けてくるようになった。元はといえばこの状況を生み出したのは俺だ。だからとことん付き合おうと思っている。高校生の俺、田中優斗は女子バレー部に所属している。それだけ言うと意味がわからないが、男子マネージャーとして入部したのだ。当然周りは女子ばかりだけど、俺に下心は全くない。ならどうしてこの部を選んだのかというと。よし、今日も頑張っていこう。私最近調子いいから、どんどんボール集めて。妹のナナミをサポートするために2年生から入部したのだ。ナナミの才能は相当なもので、プロにだってなれるんじゃないかと思う。私はお兄ちゃんと一緒にいられて嬉しいけど、本当にいいのかな。だってマネージャーって大変だもん。私のためにそんなことさせるなんて。いいんだよ、俺はナナミを見てるだけでワクワクするんだから。水臭いこと言わないで、これからもサポートさせてくれよな。とはいえ、やっぱり男一人というのは目立つ。変な色眼鏡で見られないように、俺は毎日雑用に励み、部を支えてきた。田中くん、いつもありがとう。すっごく助かってるよ。うちの部って田中くんがいるから成り立ってるよね。ちょっと、私のお兄ちゃんにあんまりベタベタしないでもらえます？はいはい、ナナミはお兄ちゃん大好きだもんね。幸いナナミだけじゃなく、他の女子部員ともうまくやれている。これからも頑張ろうと思っていた。そんなある日、バレー部の顧問が変わる。今までの先生が他校に転勤することになって、新しい顧問が来るらしかった。新任の青崎節奈です。言っておくけど、今日からの練習は甘くないわよ。私がこの部を全国に連れて行ってあげる。全国行きを言い放つのはなかなかできることじゃない。厳しそうな人ではあるけど、いろいろ頼れそうだ。青崎先生、早速ですけど練習メニューについて相談させてください。相談？何を言っているの。この部のことは全て私が決めます。でも今までは僕と顧問の先生で練習方針を決めていたんですけど。二人で話し合ったって方針がブレるだけでしょ。それよりもあなたはマネージャーなんだから、掃除でもしておいてちょうだい。はい。そして翌日から青崎先生の練習メニューが始まった。はい、残りグラウンド10周。とにかく走って持久力を身につけるのよ。今日ずっと体力作りだよ。きつい。先生、こんなに一日に詰め込んでも意味ありません。適切な休憩を挟みながらやるべきです。これでいいのよ、横から口を挟まないで。私が学生の頃はこんなものじゃなかったんだから。あと、うちのチームは部員たちの連携が強みです。部室のノートに詳しくまとめてあるので、先生にも引き継いでいただけたら。いいえ、結構よ。私、小手先の連携は信用しないたちなの。というか、さっさと掃除に戻りなさい。もう何あれ、新しい顧問の先生ひどすぎだよ。うちの部が地区ベスト4まで行けたのはお兄ちゃんが支えてくれてるからなのに。いいんだ、青崎先生の気持ちもわからなくはないし、もっと話を聞いてもらえるように根気強く接するさ。そう思っていた矢先のことだった。練習前に僕だけ呼び出して何かご用ですか。
ええ、とても心は痛むけど、あなたを退部にさせてもらうわ。昨日みたいに部を荒らされたんじゃかなわないもの。荒らすだなんて、そんな、僕はただみんなのことを思って。この部を指導するのは私一人で十分。こう言ってはなんだけど、マネージャー風情が口を出さないでくれるかしら。話し合いの余地すらなく、俺は部を退部させられてしまった。お兄ちゃん、どうしたの？落ち込んでるみたいだけど。ななみ、俺は先ほどまでの経緯をななみたちに説明する。こんなことになってごめん。もっとそばで支えていたかったけど。新しい顧問の先生さ、ちょっと横暴すぎじゃない？いきなり従えって言われても納得いかないよね。みんな、今からみんなで抗議しようよ。なんですか、あなたたち、そんな大勢で。お兄ちゃんを退部にするなんてひどいと思います。私たち納得いきません。田中くんがいたからこの間の大会だって躍進できたのに。本当は田中くんのことを疎ましく思っただけなんじゃないですか？っていうか、今すぐ頭を下げて呼び戻してください。うるさいうるさい。あなたたちは私の言うことを黙って聞いていたらいいの。女子部員たちの抗議を意固地になって跳ねつける青崎先生。ほら、こんなところで喋ってる暇があったらさっさとランニングに行きなさい。先生、頭固い。七海は家に帰ってもまだ怒りが収まらないようだった。今日の練習なんてただきついだけだよね。試合のためって感じがしないもん。そうだろうな、見てて俺も思ったよ。お兄ちゃん、本当にバレー部からいなくなっちゃうの？いや、もちろん残ることを諦めたわけじゃない。七海のことはもちろん、今ではみんなも大切な仲間だからな。先生も冷静になってくれるかもしれないし、しばらくは様子を見てみよう。わかった、お兄ちゃんのいない間私も頑張るから。青崎先生が就任して1ヶ月後、行われた大会はひどいものだった。ごめんなさい。地区ベスト4まで行ったはずのバレー部は格下相手に惨敗してしまう。観戦に行った俺は他校の生徒が噂しているのを耳にする。データに基づいて攻める西高の良さが全く出てなかったな。田中ってマネージャーが作戦担当だったんだろう。なるほど、そいつが要だったわけだ。顧問に外されたらしいぜ。もったいないことするよな。まさかあんな学校に負けるなんて。あの子たち、過去の試合ではどうやって勝ってたのかしら。何これ、すごい。私のチームと全然違う。これをあのマネージャーが作り上げたの？翌朝、俺は女子部員たちに囲まれてしまう。昨日の試合見たでしょ？お願い田中くん、戻ってきて。田中くんがいないと西高じゃないよ。そう言ってくれるのは嬉しいけど、まだ俺は認めてもらえてないから。いいえ、私からもお願いするわ。え？俺たちが集まっているところに青崎先生もやってくる。田中くんがいた頃の動画を見たわ。すごかった。みんなが楽しそうにプレーしてるのに、とっても強くて並じゃない指導力が伝わってきた。完全に私が間違っていたわ。うちの部にはあなたこそが必要なの。どうかお願いします。戻ってきてください。顔を上げてください、青崎先生。俺なんかにありがとうございます。でもあなたの力だって必要なんです。私の力？先生が持ってるまっすぐな熱意、それがうちに加わったら最強だと思いませんか？田中くん、あなた私のことが憎くないの？謝ってくれたんだし、そんなのもう気にしませんよ。これからは二人一緒に頑張りましょう。ありがとう。お兄ちゃん、本当？バレー部に戻ってくるの？ああ、みんなのおかげだ。俺の味方になってくれて心強かったよ。感謝してる。その日から俺と青崎先生は協力して部を運営することになった。すごいわね、こんなにたくさんのデータを集めてるなんて。先生も体作りの練習メニューたくさん知っててありがたいです。きっとこれならチーム力は一気にアップしますよ。練習を重ねた女子バレー部はやがて大会を迎え。お願い、ななみ、入って。1年生エースのななみのスパイクでチームは念願の地区優勝を果たす。やりましたよ、青崎先生。え、なんだか夢のようね。田中くん、あなたがいなければここまで来ることはできなかったわ。どれだけ感謝しても足りないわね。田中くんが戻ってきてくれてチームが一つになったよね。うんうん、この戦い方が私たちのバレーって感じ。お兄ちゃんが見ててくれたからどんなに苦しい時でも頑張れた。本当に本当にありがとう、お兄ちゃん。お礼を言いたいのは俺の方だよ。みんながここまで連れてきてくれたんだ。今の俺たちならもっと上だって目指せると思う。上ってことは？ああ、次の目標は全国大会だ。うわあ、全国。でも田中くんがいれば勝ち進むのだって夢じゃないかも。うんうん、きっといけるよ。あなたとなら全国も狙っていけそうね。頑張ろうね、お兄ちゃん。ああ、決意を新たにした俺たちの夢はまだ続いていく。